花田優一は日本のタレント、靴職人、アーティスト。父は高野花孝二、母は河野恵子祖父は高野花俊明、叔父は花田虎城、王子は初代若野花、祖母は藤田紀子である。他に家族は妹が二人いる、東京都出身。 2003年の父の断髪式で曲げにハサミを入れて涙したことが知られている。青山学院幼稚園、青山学院初頭部、青山学院中頭部、高等部を卒業。中学卒業後に15歳でアメリカへ留学した経験がある。高校卒業後にイタリアフィレンツェの専門学校アカデミアリア地で1年間靴コースを受講して帰国、都内に自身の工房を設け、 完全受注で制作をしていると歌っていた。指導していた靴職人、アンジェロ・インペラトリーチェとの指定関係を公言しているが、本人に弟子とは言えない。教師と生徒の関係だよと否定されている。2016年から高野花の息子としてバラエティ番組などに出演を、始め2017年8月から芸能マネジメント事務所、 メグエンターテイメントとマネジメント契約を結んだ。2017年10月より TBS ラジオにて地震初となるレギュラー番組花田雄一ファーストステップを開始したが2018年11月に所属事務所との専属マネジメント契約を同年9月に解除されていたことが報道された。父親である元高野花親方と 靴職人としてのテレビ出演と約束していたにも、かかわらず本業の靴作りをおろそかにしたこと、注文を受けた靴の納期遅れの問題で関係者にも迷惑をかけ続けたことから、息子を解雇する行事務所へ申し出たとされている。なお、退社後もメディア出演は継続している。2019年2月末、2018年9月末に、都内で開催された自身の誕生日パーティーで、 参加者の男性プロデューサーが酒によって同じ参加者の女性モデルに暴行を加えた事件で自身が先に手を出したのは女性の方と警視庁に偽証したと報道された。私生活では花田祐一ファーストステップ2017年10月30日の放送で元大相撲力士富士の真の娘との結婚を明らかにした。 出会いの経緯は、雄一が講師を務めた成果のセミナーを受講したことであり、雄一自身が、その時に、彼女を嫁かなと思ったんですと、テレビで語っていたが、2018年12月に離婚。親子3代で離婚が続いている。2018年10月以降、自身の YouTube チャンネルを開設し、YouTuber としての活動を開始するも、2019年12月17日の、 時点でチャンネル登録者数はわずか166人、再生回数も毎回500回前後と成果を出せず苦戦を強いられた。2020年7月17日、動画内で僕は YouTube という媒体に向いていないんじゃないかと動画更新をやめることを発表。現在、動画はすべて非公開となっている。2020年9月27日、グリーン。 ピースレコーズより配信楽曲、純青で歌手デビュー。歌唱のほか作詞とジャケットデザインも担当し、作曲も共同制作者として、花田の名前がクレジットされている。2021年1月22日、父親である高野花浩二は完全に感動していますのでと答え、父親から感動されていることが明らかになる。アルバム、ありがとうございます。